皆さんおはようございます。ここは JR 姫路駅です。今回は琴平駅寝台特急サンライズ瀬戸号に乗ってきたってことでやっていきたいと思います。東京から高松琴平間を結ぶ寝台特急サンライズ瀬戸号というのは、東京岡山間でサンライズ出雲号と並結運転を行っています。基本的にはね、高松で運転を終わってしまうわけなんですが、主に週に2回金曜日土曜日、また祝日の前日にね、高松から延長運転として琴平へ行っているんですよね。なので今回は姫路から琴平までサンライズ瀬戸号で移動していこうと思うんですが、現在の時刻5時31分です。普段ならね、サンライズ号発車している時間なんですよね。どうやらなんか東海道線内でイオン感知のためね、なんか20分ぐらい遅れているんですよね。琴平駅中止されるかちょっと微妙なところなんですけど、乗っていきたいと思います。 JR 姫路駅の改札口にやってきました。今回乗車券切符はこちら、姫路から琴平までの乗車券と姫路から琴平までのサンライズ瀬戸特急券です。こちら2枚の切符でね、早速改札入場していきましょう。改札のね、入場シーンがなんかあいにく取れていなかったということで映っていませんが、改札入ってきました。で、今回乗車していく列車っていうのは、通常5時26分発寝台特急サンライズ瀬戸出雲高松琴平出雲市行きです。祝前日以外、金曜日土曜日、またゴールデンウィーク等の連休の前っていうのは高松止まりとしてね、運転されるということで、琴平行きっていうのはね、土曜日とか金曜日しか見れないわけです。8番乗り場の方へ移動していきましょう。 JR 姫路駅の7、8番線にやってきました。今回乗車していく列車というのは、本日25分遅れで運転しています。到着までね、あと15分と先ほど表示していたということで、5時51分頃にね、やってくるようですね。8番線側、列車来るまで少し待ちましょう。普段列車が遅れてないとね、大体5時30分ぐらいには普通列車岡山駅があるんですよね。でそちらの列車普通って普段7番線から発車するわけなんですが、7番線には列車の姿はありません。イコール見切り発車しているわけです。琴平駅のサンライズ号というのはね、もうちょっとでも遅れたらすぐなくなるということで、もしかしたら本当なくなるかもしれないですね。どうやら本日高松から琴平間の運転はどうやら取りやめるようですね。なんか30分以上遅れるとなんかダイヤに支障が出てしまうということでなくなるみたいです。列車は現在ね、まあ、大体2時8分ぐらい遅れてるんでね、なんか30分となったことです。表示は幕式になっています。伸び伸び座席の車内はこんな感じですね。今回利用していく席は 7B 席ということで、 7B 席一番奥のあちらですね、こちらになっています。7B、これ D と勘違いしていましたね。こちらでしたね。5時56分、30分遅れで姫路駅をね、発車していきます。ここからだいたい2時間ぐらいのね、寝台特急サンライズ瀬戸高松駅のね、旅となります。姫路駅を発車した寝台特急サンライズ瀬戸出雲号高松出雲市行き、山陽本線をね、岡山方面に下り、駅間ではね、高速運転をしていきます。また30分ぐらい前にね、普通列車岡山行きがいるということで、もしかしたら途中でね、ほんとノロノロ運転になるかもしれません。ただね、先行の列車がそれまでということでかっ飛ばせるんじゃないですかね。今回使っている切符にて、長所を紹介していきます。もともとこの列車は
琴平行きで遅れの原因でね高松行きになったわけなんですが、乗車券、特急券は琴平まで買ってあります。もう特急券は、ね、多分このままでいいと思うんですけど、問題なのは乗車券ですよね。この乗車券の経路は山陽線、本渋山線、予山線と山線というルートです。本来ならね、境出から琴平間、この列車1往復してから琴平へ行くわけなんですが、その分がね、ただ乗りでいいわけなんですよね。それならこの高松まで行っていいという乗車券ではありません。ただそれ特例で3列では大丈夫になっています。これだと高松行きになったらこの乗車券どうするのかっていう話なんですけど、姫路から高松、姫路から琴平だとね、運賃計算上琴平の方が乗車券の料金は安いということで、高松は若干高いんですよね。なのでこの乗車券っていうのは高松駅でね、ちょっとプラス料金を払って生産する必要があるわけですね。坂で戻り、そこから打たず琴平へ行くわけですよね。なので琴平が高松間これ1往復するわけなんですが、この乗車券はね、普通の単純に琴平へ行く乗車券ということで、坂出から高松間の乗車券運賃は含まれていません。なのでこの区間はただ乗りしている乗車券になります。列車は JR 山陽本線上郡三石間を走行しています。列車ノロノロ走るんですよね。もしかしたら前方の数車に追いついたのかもしれません。この列車は三石駅を通過していきます。この三石からね、この列車は岡山県へと入っていきます。先ほど列車は三石駅を通過しました。やはりね、ちょうど隣に普通列車がいますよね。この乗っているのがサンライズ、瀬戸、出雲号、高松、出雲市行きです。こちら横にあるやつがね、普通列車岡山行きです。ちょっと置いて、あ、福山行きですよね。これを先に岡山まで行かせると思うので、岡山までね、ずっとこんなノロノロで走ると思うんですよね。のんびりとした朝の寝台特急って感じがしていい感じですね。普段ならこの時間っていうのは岡山駅サンライズ出雲号の発車時刻です。外国人の人がね、結構あれまだかまだかみたいな感じでね、なってましたね。
寝転がって道の視線になっています。河川も、ね、若干見えるようになっています。個室だと基本こういう感じ縦向きなんですが、伸び伸びすぎるとこういう横向きになるんですよね。姫路を出てから1時間17分やってきたのは岡山駅です。だいたい45分遅れての到着になっています。この列車ね、高松行きになったわけなんですが、幕式はねまだ高松琴平のままになっています。またね、この岡山駅ではサンライズ瀬戸出雲号の切り離し作業のため通常であっても4分ほど停車します。ちなみに今回は JR 西日本の編成のトップランでしたね。いや、かなり寒くなっています岡山。いや、脇付近からずっと寝てたわけなんですけど、20分ぐらい寝てましたね。寝起きということもあり余計寒く感じますね。7時18分、47分遅れで岡山駅を発車していきます。サンライズ瀬戸号発車しますから放送もなかったということで、なんか乗り遅れる人も結構多そうですね。しかも切り離し作業を見てる人も結構多そうですからね。サンライズ瀬戸号ここから瀬戸大橋線へと入ります。サンライズ出雲号は倉敷まで引き続き山陽本線を走ります。湘南色ですね。終点の高松には8時20分に到着するらしいので、快速マリンライナーよりもね、だいたい10分ぐらい多く時間がかかるんですね。列車は備前新地駅までやってきました。この時代に臨時に列車行き違いのため運転停車するみたいですね。7時32分47分遅れで備前新地駅発車していきます。この駅でね、先行する特急新岡で1号松山駅、そして普通列車岡山駅2号を、ね、退避しました。ちなみにこの日っていうのは姫路で、ね、ここの人が降りて、岡山でもね結構な人が降りたということで、岡山より先っていうのは自分を含めね4人となりました。いや、かなり少ないですよね。姫路を出てから1時間53分列車がやってきたのは小島駅です。58分ほど遅れての到着になっています。この駅でね、 JR 西日本の管内は終わりです。この小島駅というのは JR 西日本と JR 四国の境界駅になっています。5時51分58分遅れで小島駅をね発車していきます。ここまでね、乗務されてた車掌さんもいらっしゃいましたね。ここから終点の高松、また延長寺琴平までは JR 四国の管内となります。瀬戸大橋を渡るというのは JR 四国の方に渡るんですね。ここから奥に、ね、若干海が見えてきましたね。いやー、瀬戸大橋綺麗ですね。しかも晴れているということで、太陽に照らされた海が超絶綺麗になっています。いや、かなり良きですね。瀬戸大橋だいたい5分から10分程度で過ぎるということで結構長いんですよね。また瀬戸大橋の間にはポツポツと島があります。終わったと見せかけたらもう一度あって、終わったと見せかけたらもう一度あってみたいなことになるんですよね。終わったと思ったらもう一回ありますからね。
姫路を出てから2時間11分58分遅れてやってきたのが坂出駅です。本来ならここ坂出から高松まで1往復ただ乗りする予定だったわけなんですが、まあ、今回ね高松止まりということで全く関係ない話になります。1時8分58分遅れで坂出駅を発車していきます。次の停車駅は終点の高松です。姫路を出てから2時間29分やってきたのは終点の高松駅です。高松駅にはねおよそ58分ほどに遅れて到着しましたね。こちらがサンライズの丘のわけなんですが、連結部のところにねなんか謎の傷みたいなのが入ってますね。なんか鹿とぶつかったりっていうのが最近よくあったのでそれかもしれません。これちなみにサンライズのトップランだったんですよね。結構長く走っているサンライズです。そして今回この動画は琴平駅サンライズ瀬戸港に乗ってきたって動画でした。まあね動物と接触じゃなくて異音があったということで今回高松止まりになりましたね。あれなんか接続してたみたいですよ。まあその琴平駅っていうのはねなんか30分以上遅れるとどうやら運転なさらないみたいなんでね、この列車があと23分ついて早く着いてればね、琴平走ったと思うんですけど、そういう問題ですね。また今度リベンジしたいと思います。ではこの動画ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。